はい、井上さんです。気をつけてね。お、ウェアが変わったらちょっと雰囲気が全然違いますね。うん、とりあえずもう一本行くか。井上さん、なんか声が出てます。うん、立ち方ね、まずね。そう、曲げがきつくなんないよね。伸ばす筋力で、背筋はね、もう少しね、背中がほら、もう少しね、背中丸い方がいい。溝落ちの裏があったり反ってるでしょ。少し溝落ち抜いて丸く背中出して、で軽く立つわけ。ちょっと背中張りすぎてんのね。おー、ガスがきつくて見えない。2段。よし、つけてね。ちょっとガス濃いんで横向けない、横向けないって。内足のアウト少しで、内足の方向性ちょっと出したいね。来週練習しよう。いってるよ、ね、少し内膝ね抜けてやって、お、頑張って。足首のね、内側に反らしたり外に反らしたり、ちょっと角が立つといいんだけどね。うわ、なんか喋ってるよ。おー、頑張ってよ。そう、膝返してから、外スキーが内スキーになってからウエイトかけるんですね。うーいっ、なんかね、息が止まってるような声の出し方してる。うっ、うって息吐いて吐いて、ほら止まってるよ息。OK。 お、頑張って頑張って。